どうも、フクロウです。今日はちょっといつもの机と違って別のところから動画を撮ってるんですけども、だいぶ秋冬になって寒くなってきたじゃないですか。で、やっぱり秋冬になると楽しくなってくるのが自宅でホットコーヒーを入れることだと思うんですね。僕も本当にコーヒーが好きで、夏も冬も毎日自宅でコーヒーを入れて飲んでるんですけども、自宅でコーヒーを飲むときにですね、必要になってくるのがコーヒーのミルなんですよ。で、僕は今までですね、ここにちょっと見えてるんですけども、コーヒーのミルを使ってきて、このメリタっていうメーカーのパーフェクトタッチっていう、ちょっと安いやつですね、 4,5,000円ぐらいで買えるようなミルをずっと使ってきたんですけども、今回ですね、このミルがちょっと調子が悪くなってきちゃったんで、新しいものを買ったんですよ。それがですね、今この横に置いてあるカリタっていうブランドのネクスト G っていう風な、そういうミルなんですけども、これがですね、購入してすっごい良かったので、今日は動画でご紹介しようかなと思って、このコーヒースタンドというか家のコーヒー置き場の前で動画を撮ってます。なので今日はこのカリタっていうブランドのネクスト G っていう一番家庭用最上機種のコーヒーミルなんですけども、こちらの魅力とかですね、一つ下のモデルとの比較とかも含めて動画でご紹介していこうと思います。これからの季節にですね、自宅でコーヒーを楽しみたいって方はぜひ参考にしてみてください。はい、というわけで早速紹介していきたいと思うんですけども、今回紹介するのはこちら、カリタっていうブランドのネクスト G っていうコーヒーミルです。これは家庭用のコーヒーミルで、一応ですね、このカリタっていうブランドから出ているコーヒーミルだと今のところ一番最上機種になります。価格はですね、だいたい 35,000円ぐらいかなっていう風な価格帯で、これ結構高いんですよ。というのも、この僕が今まで使ってたこのメリタっていうブランドのパーフェクトタッチ、こちらはですね、だいたいアマゾンで4000円と5000円で買えて、これもですね、普通に結構使いやすくてですね、僕も2、3年ずっと使ってたんですね。なんですけども、今回ですね、ちょっともうずっと使ってきたし、毎日コーヒーも飲むしってところで、グレードアップしてみようかなと思って、このネクスト G を購入しました。なんで、安いものから高いものに買い替えてどうだったかとか、これの一つ下の機種で、ナイスカット G っていうのもあるんですね。同じカリタから出ているナイスカット G っていうミルもあって、結構ですね、ネットとかでそのナイスカット G とネクスト G どう違うのかとか、どっちを選べばいいのかみたいなところが結構ですね、比較で語られたりするので、僕も今回ですね、このネクスト G を使ってみて、ナイスカット G にはないような機能とかを中心にご紹介していければなというふうに思ってます。で、最初にですね、使い方なんですけども、使い方は本当すごく簡単です。箱から出してセットして、この上、ここのコーヒー豆を入れるところからコーヒー豆をセットします。1回に投入できるコーヒー豆の量が最大 60g で、だいたいですね、コーヒー4杯か5杯分ぐらいを一気にこう豆を引くことができるというような、そういう風な、コーヒーミルになります。で、コーヒー豆を入れたらですね、この本体前面のこのハンドルというかダイヤル部分でコーヒー豆の粗さですね、引く粗さを、設定します。コーヒーの粗さはですね、この一番細かいところから一番粗いところまで15段階で設定できます。なので、自分のこのコーヒーの味の好みとか、ホットとかアイスとか、そういう風な用途に合わせてコーヒー豆のこう引き具合を調整することが可能です。僕が今まで使ってたこの、パーフェクトタッチ、これも、粗さの調整はできるんですけども、5段階ぐらいだったかな。なので結構アバウトなんですけども、このネクスト G はさすがやっぱり、上位機種だけあって、かなり細かく引き具合を調整することができます。で、引き具合を調整したら、ここにあるこのコーヒー受け、この専用のステンレスみたいなコーヒー受けがあるんですけども、これを本体の抽出口にセットして、で、もう本体下にあるボタンを押すだけで、あとは自動的にコーヒー豆を引いて下のこのステンレス受けに入れてくれるっていうような、そういうふうな使い方、一般的なコーヒーミルの使い方と同じですね。使い方はすごく簡単なので、コーヒーミル使ったことがある人もない人も簡単に使えると思います。で、このネクスト G のどういうところがいいかっていうと、まず一つ基本的な部分なんですけども、その豆の引く粒度ですね、粗さがすごく均一なんですよ。15段階っていうすごい細かい設定をしつつ、その設定に応じて均一にコーヒー豆を引いてくれるので、コーヒーの味がすごく安定するんですね。実際に引いてみた感じがこんな感じです。こういう風にですね、コーヒー豆引いたものを見てみても、一つ一つの、顆粒というか、この粉砕したコーヒー豆が均一な大きさになっているのがわかるかなというふうに思います。というわけで、コーヒーミルの一番基本的な機能ですよね。そのコーヒー豆をちゃんと均一に引くっていう、味に直結する部分もかなり優秀だというふうに思いました。
そして少し細かい話になるんですけども、そのコーヒー豆を挽くときに豆をどうやって挽くかっていう方式があるんですけども、僕が今まで使ってたこのメリタのパーフェクトタッチは薄挽きって呼ばれる方式を採用してます。薄を使ってコーヒー豆をすりつぶすような方式なんですけども、この薄挽きもですね、結構この粒度が安定するっていう風に言われてるんですけど、その分ですね、この薄ですりつぶすことによって熱が発生しちゃうんですよ。で、熱が発生することでコーヒーの風味がですね、どうしても変わってしまうとか、そういう風な問題があったんですけど、こちらのネクソ G っていうものにはですね、カット式っていうような方式が採用されています。このカット式はですね、薄式に比べてより素早い時間で豆を均一に挽いてくれて、かつ熱を放出しにくいのでコーヒーの風味も変わりにくいっていうような特徴があります。なので結構業務用とかにはこのネクソ G に使われているようなカット式っていう方式が採用されているようです。なのでもう豆を挽く性能からして、僕が今まで使ってたメリタのパーフェクトタッチよりも性能から違うっていうのがこのネクスト G の特徴になります。そしてこのネクスト G のいいところ2つ目なんですけども、これがですね、僕がネクスト G いろんなミルがある中で最後ネクスト G を選んだ最大のポイントなんですけども、このマイナスイオンを放射することによって挽いた後の豆の飛散を防止するんですよ。コーヒーミルを使ったことがある人はちょっとわかるかなと思うんですけども、コーヒーを挽いた後のこの一つ一つのコーヒー粉ってすごいいろんなところに飛んでっちゃうんですよ。本当にちっちゃくて軽いので、ちょっとした風で飛んでっちゃったりとか、その挽いた時に静電気を帯びてるのでいろんなところにこうくっついちゃうんですよね。これすごいわかりやすい例があって、僕が使ってるこのパーフェクトタッチ、これがコーヒー豆挽いた後に入ってくる受け皿なんですけども、これを見てもらうと、ここのこの穴からコーヒー豆がバーッと出てくるんですけど、見てもらったら分かるように、こことかほら、ここにすごいコーヒー豆が付着してるんですよ。これってこのコーヒー豆が挽いた時にここからこの中に入っていくんですけど、こう入っていく時にすごいこの中で飛散して、かつ静電気があるのでここにくっつくんですよね。すごい、こういう風にですね、この受け皿にくっついちゃうと挽いたコーヒー豆の量も変わっちゃうし、あの洗うのがすごい大変なんですよね。このネクスト G がコーヒー粉が飛散しちゃうって問題とか静電気の問題をマイナスイオンを使って解決してるんですよ。実際これちょっと見てほしいんですけども、こんな感じになってます。はい、こちらがネクスト G の本体なんですけども、ちょっとぐーっと寄っていくと、ここですね、高温注意って書いてるところ、ここからですね、マイナスイオンが放出されてるんですよ。この放出先の正面は何があるかというと、ここの排出口、挽いた豆を排出する口があるので、ここからですね、この挽いた豆が出てくるここに向けて常にマイナスイオンを放射し続けて静電気を除去してくれるんですよ。なのでそれによってコーヒーの粉がまっすぐに落ちて、かつ静電気が除去された状態なので、いろんなところに付着しないっていうような、まあ、そういう処理がされてるんですね。こういうふうな今紹介したこのマイナスイオンの仕組みがネクソ G 特有の機能で、これがですね、めちゃめちゃ効果があるんですよ。実際引いてみても分かるんですけども、引いたコーヒー豆ってまっすぐ下にスッと落ちていくんですよね。普通だったらもっとわーっと飛び散っちゃうところが、ちゃんとマイナスイオンでこう吹きつけることによって、なんかいろんな仕組みでまっすぐ落ちていくんですよね。これが今まで使ってたコーヒーミルと全然違うなっていうところです。かつこの口のところ、このずっと使ってると、この挽いた豆が出てくる口のところにめちゃめちゃコーヒー豆がつくと思うんですけども、これもですね、1ヶ月ぐらい使ってるんですけど全くつかなくて、このマイナスイオンって聞くとですね、ちょっとこのプラズマクラスター的な、あのちょっと怪しいんじゃないかって思う人もいると思うんですけども、これはなんかしっかり原理があるらしくて、本当にあの使っててもマイナスイオンの効果を実感できるっていうのは、すごいネクスト G を僕が買おうかなと思ったポイントで、かつ今すごい気に入ってるポイントでもあります。なのでこのコーヒー豆の問題がなくなることによって、すごいメンテナンスとか掃除がとても楽になって、これ素晴らしいなっていうふうに思ってます。さらにメンテナンスで言うと、これもすごいシンプルなんですけども便利だなと思うのが、ここ、この台座を外せるんですよね。まあ、どうしてもちょっとこのコーヒー豆ここに落ちちゃうこともあるじゃないですか。その時にこのコーヒー受けを置く下のプレートみたいなのを外して、これだけ水洗いできるんですよ。これがですね、まあ、すごいシンプルで外せるってだけなんですけども、やっぱりこのここ拭くのってめんどくさいじゃないですか。拭くのめんどくさいけど、外して水でバーッと流すだけだったらすごい簡単なので、これもですね、すごいメンテナンスが超楽で、毎日使うとかヘビーユーザーの人ほどこの良さは実感できるんじゃないかなっていうふうに思います。そしてですね、他にもいいところがあって、このネクスト G がすごい静音性が高いんですよね。これ旧機種の冒頭で説明したナイスカット G と比べても 65% だったかな、静音化に成功してるらしくて、実際使ってみるとめちゃめちゃ静かなんですよ。ちょっと今からですね、僕が今まで使ってたこのパーフェクトタッチっていうミルとネクスト G の弾く時の音量をちょっと比較してみようかなっていうふうに思います。ちょっとこの音を聞いてみてください。
はい、というわけでパーフェクトタッチとネクスト G の音の違いを聞き比べてもらったんですけども、いかがでしたか？結構こっちの方が静かですよね。この僕もパーフェクトタッチを使ってた時はやっぱりちょっとうるさいなと思う時があって、特に深夜とか夜ちょっとコーヒー飲もうかなと思った時に、あんまりバーッと音立てると横の人に迷惑かなとか考えちゃって、結構この上を押さえながらちょっとでもこう振動をなくそうと思って使ってたりしてたんですね。なのでそれを比べるとこの NEXT G の音はかなり静かになって、あの快適に使えるようになったなっていうふうに思います。最後にこの NEXT G、 僕が購入の決め手になったのがやっぱり見た目がおしゃれなんですよ。なんかナイスカット G とか他のミルとかってちょっとこう業務用感があったりとか、ちょっとこのパーフェクトタッチとかだったら、まあ、プラスチックな感じが、まあ、安っぽいような感じがするんですけど、この NEXT G はですねプラスチックの外装の部分がちょっとマットになってるんですよ。なのでこうすごくインテリアにも合うし、こう色味もですねスモーキーブルーっていう色、これちょっとこうくすんだような深くくすんだ青っていう感じと、なんかアーミーグリーンとか、ちょっとこうカーキっぽい色とか、こう色味もすごくおしゃれで、あの業務用っていうのもやっぱり家庭用で家のインテリアに置いても違和感のないような見た目になってるんじゃないかなというふうに思うんですね。そういうところも含めてこう家に置くんだったら少しでもやっぱり、まあ、おしゃれに見えるようなものを置きたいなと思った時に最後 NEXT G を選んだっていうふうな、まあ、そういう感じですね。はい、というわけで今回はですね、僕が購入してすごく気に入っているこのNEXT G の使用感とか、あの旧機種他の機種との比較とかも含めてちょっとお話してみました。まあ、正直ね、まあ、ある程度このアジさえ良ければいいですよとか、ある程度コーヒー豆が引ければいいよっていう人だったら、僕パーフェクトタッチでも全然いいかなっていうふうに思ってます。これ本当にすごい安いのに、あのきちんと使えて、僕もずっと使ってたのですごくおすすめの機種です。ただですね、まあ、やっぱり毎日、僕みたいに毎日コーヒー飲む人って、その味の部分はもちろんなんですけども、まあ、ちょっとでもお手軽にしたいとか、掃除とかメンテナンスの手間を省きたいとか、まあ、そういう要望がどんどん強くなってくるんですよね。なので、毎日使うものだからこそ、その味はもちろんなんですけど、使いやすさとか、そのメンテナンス性みたいなところを考慮すると、このNEXT G はかなり優秀なんじゃないかなというふうに思いました。で、実際そういうちっちゃなストレスがないってのはですね、毎日使ってると、この満足感につながってきたりして、今ではすごい買ってよかったなというふうに思ってます。というわけでですね、まあ、安いものではないと思うんですけども、すごくコーヒーが好きな人とか、まあ、これからちょっと家でコーヒー飲んでみたいなって人は、ぜひ一度、NEXT G の購入も検討してみてください。というわけで今日の動画はここまでです。今日の動画もですね、少しでも面白かったなとか、参考になったなと思った方は動画の高評価とか、まだチャンネル登録してないよって方は、チャンネル登録もしていただけるととても嬉しいです。そして、Twitter とか Instagram とか LINE アットもやってます。こちらもですね、動画の更新通知とか、まあそれ以外のこともつぶやいてるので、ぜひ登録してもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。